皆さん、我らの領地に敵が攻めてきたようです。この各文献、まずは捨て駒となり突撃してきます。待て、学神殿、先陣はこの馬毛騎が務めよう。待て待て、一番槍はこの男福島以外ありえねえ。皆さん、どうぞ好きなだけ揉めていてください。その間に一番槍はこの E の若鬼がいただきます。こら直政、待ちやがれ、てめえ抜け駆けは許さねえぞ。大丈夫か。心配だ、我らも急ぎ向かわん。異界の戦いはさらに激化。連合軍の領地にまだしても敵勢が攻めてきた。英傑たちは迎撃のため戦場へ向かう。その中には学神、井伊直政、福島正則がいた。くしくも一番槍として名高い男たちである。彼らの行動力、決断力、そして一番槍たちをまとめる馬長の闘志がこの戦の勝敗を握ることとなる。しゃあ、戦場に一番乗りだぜ。勝手に誇っていてください。本当の勝負はこれからですから。悔しいんだろ、直政ちゃん。素直になれってなあ。お二人とも、あれを、すでに誰かが戦っています。あれは馬隊。敵に囲まれているようだ。ここはすぐに動くのが最善。皆さん、お先に失礼します。待ちやれ、一番槍は俺なの、マジで。馬隊が窮地に陥っている。急ぎ救援せねば。なら俺が出るのが最善です。迅速さにおいて右に出る者はいない。いえ、恐縮ですが、一番槍は私にお任せください。おりえ、任せる。おいおい、一番槍といや福島正則だろ。さあ、馬隊は俺が速攻で救ってやるぜ。馬隊、待っていてくれ、すぐに助けに行くぞ。なんだ、敵か。おい、奥から卑怯じゃねえか。怖そうな連中だ。早く馬隊を救わねばならんというのに。放っておくと本陣が危険ですが、賊を撃破してから救援に向かいましょう。もしかして俺より強くね。救援に、手押しとなった本陣、我らが守ろう。よし、敵を一掃できたな。直政殿、素晴らしい活躍だったぞ。馬長殿こそお見事です。褒め合いはこれぐらいにして、馬隊殿の救援が。だけではありませんが、あなたのおかげでここまでは順調です。 D の赤鬼がそばにいれば気合も入るというもの。いざ、馬隊の元まで突き進まん。敵は全部ぶっ倒してやったぜ。学生、てめえもいい速攻魂持ってんじゃねえか。お褒めに預かり光栄です。これで馬隊殿の救援に向かいますね。まさに武人の極みですね。そこまでやるとは思ってませんでしたよ。
けに来たぞ、馬隊。どうやら俺たちが一番の方だ。まあ当然でしょう。俺たちが彼らに負けるはずありません。バカ、来てくれて嬉しいよ。妙な場所で襲われてもうダメかと。みんなが来てくれて助かったけど、こんなにいっぺんに集まっちゃって大丈夫？うまく敵を釣り出せたようだな。伏兵部隊出よ、一気に殲滅するのだ。この敵の数マジやべえ、どうすんだこれ。この隙に敵本陣も落としてしまえ。死に切れるか、耐えるのみ。本陣を救援しないとまずそうだよ。けどこのまま行ったら周りの敵もついてくるね。よし、これが伏兵を引きつけつつ敵本陣に迫る。その隙に他の者は味方本陣に向かってくれ。速やかに本陣を救援し、南から敵本陣をつく。そうすれば攻撃の形を取れる。最善だな。とにかく本陣の救援に向かいましょう。仲間たちの思い無駄にはできません。さあ敵引き連れて本陣への殴り込みだ。ここ福島の見せ場だぜ。さあ本陣に急がないとね。助けられた恩返しちゃうよ。信じておった。なんと圧倒的な力だ。直政殿は素晴らしい方です。しかし一番槍を譲るわけにはいきません。俺も譲るつもりはありませんよ、学士。それに好敵手はもう間に合ってます。金馬町の戦って超燃える。あんたと一緒でよかったぜ、マジで。それは俺のセリフだ、マサノリ。熱いお前と一緒ならどこまでもかけられる。周隊殿、影勝殿、ご無事ですか。ずいぶんほよい。あれだけの伏兵を突破してきたというのか。真の三国無双だ。私がなすすべもなく負けると。やる。力負けするなって。助かった、礼を言う。礼など無用です。俺が招いた危機、俺の手で打破せねば。本陣が安全となった今、敵大将を撃つのが最善。南から攻め、仲間と力を合わせて攻撃する。いよいよ敵大将に突撃ですね。皆で協力すれば必ず勝てます。よし、敵の本陣へ向かおう。仲間もきっと信じて待ってるはずだよ。行くぜ。決起盛んだ、ならば我らは冷静な刃とならん。馬防機水産、我が槍で敵陣を貫かん。オラオラオラ、大将出しやがれ。ガチの殴り込みだ。直政殿だっけ。君が一番槍にこだわっているのはどうして。俺が最前線を担った、それが主にとっての最善につながるからです。
へえ、とっても主思いなんだね。でも君自身のことも大事にしなきゃダメだよ。ガクシン殿は随分一番槍にこだわってるね。何か理由があるの？最前線で戦う私自身と兵の恐れを払う、それぐらいしか脳がありませんから。そんなことはないと思うけど謙虚も度が過ぎると大変だね。素晴らしい身のこなしですね。参考になります。オリンポスの神の戦、目に焼き付けるがいい。反省点の多い戦だった。これを糧に俺はさらに精進せねば。一番槍だけでは戦は成り立たない。後方支援と仲間の大切さを学びました。これでもう安心だね。仲間が無事で本当によかったよ。みんな助かったよ。本当にありがとう。ってあれ、なんでそんなに神妙な顔してるの？一番槍の功に気を取られ、本陣を手薄にしてしまうなど、ダメだ、ダメすぎる。私も反省しています。本陣のお二人には申し訳のないこと。気にするな。うむ、先陣四人の力で勝てた。先陣で頑張る人がいて、後ろを支える人がいて、みんなで助け合って強敵と戦っているんだね。君たちの関係ってすごくいいよ。俺もその仲間に入れてくれる？ああ、もちろんだ、バタイ。これからよろしく頼む。